げよう。今日は姫ちゃんのプリンセスな一日をします。はい、姫ちゃんがプリンセス気分で一日を過ごしてみるよ。はい、姫ちゃんは一体どんなプリンセスな一日を過ごすのかな。さあ、まずはお着替えをしましょう。ドレスはこのクローゼットの中に入ってるのよ。せーの、オープン。今日はこのピンクのドレスにしましょう。じゃあ着替えるから待っててね。着替えたよ。髪の毛のリボンもピンク色にしたよ。本当だ、同じピンク色ですね。はい、レースのフレルがいっぱいついたドレスですね。はい、姫ちゃん、それでは一周してください。はい、ありがとうございます。ティアラもつけましょう。じゃーん。なあ、もうこれで本物のプリンセスですね。私のドレッサーよ。ここでお化粧をするのよ。ピンク色のチェアですね。はい、鏡もゴールドで素敵。これがメイク道具よ。すごい、ボックスに入ってるんですね。はい、せーの、オープン。ここを引っ張るよ。うわー、三段になってる。こちらはスモールレディバニティメイクボックス。メイクの仕方も載ってるよ。これがアイシャドウで、これがリップバームで、これがリップグロス、これはリップグロスのパレットで、ヘアアクセサリーも入ってるよ。一番下の段はネイルカラーと爪のヤスリが入ってるよ。まずはアイシャドウを塗るよ。スイートな色で大変身。まぶたの上に色をのせていってね。違う色を重ねてもキュート。この色で全体に塗って、この色を二重のところに塗るよ。じゃあ塗るよ。どう？似合いそうな色かな？うん、明るくキラキラなるね。うん、姫ちゃん、それ全体用だよ。もっと全体塗ったらいいんだよ。それか、手でもいいかもしれない、まぶた全体なら。ああ、ポンポンポンって。うん、それで伸ばしていって、一回ママの方向いてみて。若干わかるぐらいかな。次は二重の部分塗るよ。あ、でも目閉じた時にわかる。ピンクっぽいよ。うん、近づいて近づいて、鏡に近づいて、片目だけ、そうそう、うっすら開けて。難しいね、お化粧は。うん、どこまで二重の部分なのって感じ。じゃあもう片方も塗ってみよう。プリンセスの朝は大変だね。はい、綺麗になるために努力してるんだ。うん、いいかも、大人っぽい。あ、わかる、自分でも。ちょっとだけ若干。次は唇ですね。はい、リップバーム、カサカサの唇に潤いアップ。唇になじませてね。プリンセスは唇も大事なんですか？うん、プルンプルンの唇の女の子の方がモテそうだもんね。うん、そろそろ OK かな。はい、どんな風になった？さっきよりプルプル。うん、次はこのキラキラのリップグロスを重ねるよ、唇に。はい、ほんとだ、キラキラだ。うん、リップグロス、ツヤツヤな唇にはこれ。少しずつ唇に塗るとツヤツヤになるよ。リップを塗った上から重ねるともっと綺麗に。唇もキラキラになるのかな。うん、姫ちゃん、初めてでしょ。初めて見た、初めて触ったし、初めて見たかも。はい、鏡に近づいて。はい、糊みたいにして出てくるよ。あ、わかるかな。うん、めっちゃいい香り。そうなんだ。うん、結構塗った方がぷっくり見えるよ。うん、じゃーん、塗ったよ。キラキラプルプルだ。うん、次は何ですか？次はネイルだよ。まずはこのヤスリで爪を整えるよ。爪ヤスリ、身だしなみは指先から爪の形を整えるときに使ってね。角があったりするとね、ネイル塗りにくいもんね。うん、わあ、だんだん姫ちゃんが大人になっていく。ちなみに
これは子供用のメイクセットだから、うん、すぐ落とせるからね、うん、肌にも負担少ないんだって、うん、どうどうできそう？できそう。今日はどのネイルカラーにしよっかな。ネイルカラー水溶性、カラフルな指先でお姫様気分。ゆっくり指の先に向かって塗ってみてね。難しい時はママに手伝ってもらいましょう。乾いた後履かせるタイプだよ。どうしよう迷っちゃう。お洋服に当ててみて決めようかな。これはあんまり合わないかも。それはベージュかな。うん、これ合いそうだけどちょっと色が濃すぎかも。それはピンクの濃いのだった。うん、これはオレンジっぽいから合わないかも。これは合うかも。いいね、これこの色にしよう。ひめちゃんは今日はこの色にするよ。はい、ピンクでパールだね。うん、ひめちゃん初チャレンジ。はい。あ、すごいすごい、分かってるよひめちゃん上手。うん、あ、こんな感じ。うん、上手。見せて。キラキラ可愛い。うん、その調子でどんどん塗っていこう。はい。もうママのお手伝いいらないぐらいよ。うん、初めてなのにもうできちゃった。やった。もう片方はママが塗ってあげるね。うん、左手でやるとやりにくいでしょ。やりにくい。ネイル塗れたよ。すごい上手に塗れた。うん、じゃあこれで乾くの待ちましょう。はい、メイク完了。もう乾いたかなネイル。うん、乾いたよ。今日はピンク尽くしですね。うん、かわいい、似合ってる。今からプリンセスのお人形を作るよ。こっちの部屋で作るよ。このソファーに座って作るんですか？はい。とっても素敵なソファーですね。ピンクだし、上に王冠みたいなのがついてる。しかもこのテーブル、ゴージャス。プリンセスドールメイキングキット。もうこれキットになってるから、このプリンセスの人形が作れるみたいです。うん、かわいい。 I am a princess。 私はプリンセスってこと？そうだよ。うん、じゃあ頑張って作りましょう。はい、ママもお手伝いするね。あ、中に入っていたのはこちら。はい、今はドレス着てないけどドレス着させてあげようね。うん、説明書が英語なんです。じゃあ絵で見てなんとか。そうだね。うん、あと Google の翻訳だね。うん、1番はまず髪の毛を作っていくみたい。この毛糸をだいたい15センチぐらい切ります。せーの、チョキン。これは後で使うよ。はい、髪の毛をまとめるんだよ。うん、この本の縦の長さが30センチなんだけど、それに合わせてぐる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 巻きつけていくよ。重ねずにね、横にね。これが髪の毛になります。こんな風に輪っかができたよ。はい、これの真ん中でさっき最初に切った15センチの紐で縛ります。はい、ひめちゃんこの写真よく見てね。うん、固くギュッて縛っちゃっていいよ。じゃあギュッとするよ。せーの、ギュッキュッキュッキュッ。輪っかの部分をハサミでカットするよ。髪の毛ができたよ。次はこの人形の後ろ側にマジックテープがついてるから、うん、多分これが毛糸にピタッてなるはず。うん、だから髪の毛をつけてあげて。はい、せーの、ピタッ。わー、髪の毛ができた。うん、おー、ひめちゃん髪の毛整えてくれたかな。うん、次はドレス作りに入ります。はい、この紫色のリボンを真ん中で2つに切ってください。はい、こんな風だよ。その次は後ろに両面テープをつけるよ。こうやって折り目をつけて切る。 OK。 じゃあ両面テープつけよっか。うん、両面テープ貼ったよ。じゃあ人形に貼り付けていくよ。できた。うん、いい感じ。うん、次はレースをこの紫のリボンの上に貼っていくよ。そして腕の周りにも貼っていくよ。はい、ここまでできたよ。胸元と腕の部分にレースがついたね。うん、一気に可愛くなったね。うん、次はこの布に上部分だけ両面テープ貼るよ。うん、両面テープ貼るよ。
上部分だけね。うん、貼れたよ。これはね、スカート部分になるよ。うん、じゃあ人形に貼っていこう。はい、ひめちゃん当ててみて。うん、うわぁ、こんなキラキラの布だったんだ。かわいい。じゃあ巻きつけるよ。腕バンザーンしてるじゃん。うん、よいしょよいしょ、できたよ。次はふわふわのレースを作るよ。はい、これは針と糸を使うかな。うん、ここはママがやるね。うん、チュールできたよ。これをスカートに巻きつけて縛るよ。チュールを巻きつけたよ。はい、次はチュールの上の方を隠すようにリボンを巻いていくよ。ひめちゃんが両面テープつけてくれたよ。はい、キラキラの宝石を真ん中につけるよ。わあ、かわいい。うん、次は裾にフリルをつけるよ。ママがフリルつけてるから、その間にひめちゃんネックレスお願い。はい、写真ではピンクだったのにオレンジのネックレスだったね。うん、スカートのフリルつけれたよ。はい、どうかな。かわいい。ひめちゃんネックレスはできたかな。うん、わあ、できてる。うん、じゃあ首につけてあげよう。はい、なんかこれ髪の毛最後にやった方が良かったよね。うん、むしろでキュッと縛ってあげて。次は顔だよ。はい、ハッピーフェイスとスマイリーフェイスがあるよ。どっちにする？どうしよう。ネックレスできたよ。うん、髪の色と合ってるね。合ってる。ひめちゃん顔決めたかな。うん、どっちにするの？スマイル。じゃあ顔の形を当ててください。目は青だね。うん、口はピンクだよ。うん、わあ、薄いけど可愛い。うん、もう少し濃くする。濃くする。じゃあ顔かけたよ。最後はティアラ。ティアラを乗せてあげて完成かな。完成。ひめちゃんの作ったプリンセスドールの完成。はい、上手に可愛くできたね。うん、あ、ティアラが、あ、こんな風になったよ。はい、ひめちゃん顔はまつげもつけてくれて、ほっぺにはチークみたいに描いてくれたよ。本当に可愛いのができたね。うん、うん、頑張って作ったもんね。うん、さあ、のびのびしながらお外でも見ましょう。わあ、海と観覧車が見える。素敵な景色。うん、お庭も見えるよ。うん、プリンセスのお店、うん、ここだよ。それじゃないでしょ。回ってみよう。ここだ、入り口。めっちゃ素敵。プリンセス、うん、姫ちゃん、馬車もあるよ。うん、プリンセスワンスプーンだからスプーンがあるの。そう、じゃあスプーンと一緒に、はい、ポーズ。プリンセスをテーマにしたショップです。左の門を上がって2階からどうぞ。うわあ、今日そのコート着てきてよかったね。うん、いいですよ。素敵だね。うん、ショップの中行こうか。うん、プリンセスショップの入り口で、はい、ポーズ。上見て、シンデレラの時計みたい。12時になったら帰らないとっていう。ウェルカムプリンセス。左の扉よりご入場くださいだって、お城になってるよ。うん、ママ見て、下。うん、ガラスの靴があるじゃん。うん、わかるかな。プリンセス気分でどうぞお買い物してください。うん、アリエルグッズもいっぱい。かわいい、ここのお店超かわいいね。え、プリンセス気分で優雅にお買い物してね。うん、内装がすごい素敵だね。うん、あー、宝石。ほんと、ブレスレットとか指輪。うん、キーホルダーもあるね。うん、バッグチャームかな。全部プリンセスをモチーフにしてるよ。人で素敵。うん、バーシャーも何種類かあるね。これ食べかけのリンゴ。あ、毒入ってたかな。うん、ママ、このキラキラのガラスの靴かわいい。これはシンデレラだね。うん、ブルーのパンプスもあるよ。これパールじゃん。パール馬車。そう。なんかこれジャスミンっぽくない？あ、本当だ。アリエルでもいいかな。うん、ママ見て、ネックレス。ネックレスコーナーに来たよ。うん、
すごい大きくてさ、キラキラして目立ちそうだね。うん、インパクトありそう。これも可愛いでしょ。うん、下にバラもあるよ。チョッカかな。あ、そうかも。素敵。うん、本当にプリンセスつけてそう。うん、これもママ好き。わ、めっちゃ目立つじゃんこれ。ひめちゃんはこの貝殻、うん、この透明の貝殻が好き。ひめちゃんでもいろんなお洋服持ってるじゃん。うん、お洋服によってアクセサリー変えてもいいんだよ。うん、あーいいね。うん、次は禁断の間だって、うん、少し暗い感じ。あ、なんか秘密の部屋っぽい。なんかパリンって割れてる鏡。あ、本当だ。もしかして魔女の部屋。なんか足音する。ひめちゃんプリンセス狙われてるんじゃないの。来た。割ったよ、うん、なんてねって。さあお買い物して。うん、この可愛いやついっぱいある。ゴムがあるね、髪の毛縛る。うん、あとシュシュ。うん、シュシュとかカチューシャとか。こっちはキラキラのゴム、うん、あ、見てママこれティアラ。ほんとだ、ティアラの形のクリップかピンかな、うん、バレットかな。うん、ね、これバラキラキラ。なにこれ。あ、ブローチだ。うわー、すごいキラキラで素敵。めっちゃ目立つねこれ。うん、いいね。プリンセスっぽいですね。バラだからベルかな。ひめちゃんプリンセス、うん、見たら元の間に戻りましょう。はい、次は1階舞踏会の間に行くよ。うん、プリンセス気分で階段降りてください。はい。すごいよ、素敵な椅子がある。うん、プリンセス気分で、はい、ポーズ。プリンセス気分で、はい、ポーズ。優雅に降りてきてください。はい、じゃあ、ひめちゃんプリンセス、お買い物、はい、続き楽しんでください。あ、ねえ、マジョリンゴクッキーっていうのあるよ。あ、ほんとだ、リンゴのケースに入ってるんだ。うん、魔女の指が書いてある。プリンセスベルのガラスドーム。うん、クッキー入ってるよ、バラの。だけど、バラのクッキーなんてさ、食べれるかな、もったいない。4枚入ってるから。うん、1枚だけ残すとか。あ、これボンボンキャンディーバスビーズって可愛いんだけど。すごいいい香りする。うん、ね、奥のドレスも可愛い。キャンドルかな。うん、これ真珠みたいじゃない。うん、パールだよね。うん、何これ。何、リング型のバブルバスだって。うん、可愛い。なんかこういう形で前キャンディー食べたよね。あったよね。うん、おー、そこ持てるんだ。うん、380円だって。うん、そんな大きい指あったらいいね。うん、素敵。4色あるよ。うん、プリンセス気分でお買い物したよ。じゃあお部屋に戻ってティータイムですね。ものを紹介するね。買ったものはこちら。こちらはスプーンチョコのミルク。はい、チョコをホットミルクなどの中に入れるとチョコが溶けてスプーンが出てくるよ。うん、味によってスプーンが違うんだよね。うん、こちらはガラスドームローズクッキー。後でいただきましょう。はい、こちらはバスビーズキャンディー。つぶつぶの入浴剤だよ。こちらはバラのブローチ。ラインストーンキラキラだよ。こちらはピン。髪の毛につけるものだよ。3種類買ったよ。パールのものとハートのラインストーンがついたもの。こちらはラインストーンとティアラがついているよ。ティアラがゆらゆら揺れるよ。はあ、お買い物楽しかった。今からティータイムにしましょう。そうしましょう。うん、その2つ食べるのかな。そう、ひめちゃんのプリンセス気分なティータイムスタート。スタート。まずはカフェオレとスプーンチョコレート。
はい、カフェオレの中に入れてください。うん、せーの、ポチャーン。どうかな、溶けるかな。うん、しばらく待ちましょう。はい、チョコレートカフェオレになっちゃうのかな。新しいね。新しい、初めて飲む。そうだよね。うん、ちょっと途中経過触ってみて。わ、まだあるね。でも少し溶けてるのかな。少しだけ溶けてる。じゃあもう少し入れておこう。はい、じゃあ待ってる間にバラのクッキーどうぞ。はい、せーの、オープン。うわー、バラだよ。うん、何味なんでしょうか。じゃあいただきます。うん、美味しい。普通のクッキーの味。あ、そうなんだ。うん、よかったね、美味しくて。うん、あ、オーくん、ひみちゃんピーシーシー何やってる。ティータイムをしてるのよ。うん、これ何。バラのクッキーだよ。美味しそう。食べていいよ。バラのクッキー可愛いでしょ。うん、4つしかないから大事に食べないと。うん、これ何。これはチョコレートをこのカフェオレの中で溶かしてるの。うん、わあ、もうスプーンの上に乗ってるだけになった。うん、それそのままパクって食べてもいいんだよ。確かに。熱いかな、気をつけて。うん、美味しい。じゃあ飲んでみるよ。美味しい。新しい味だけどどうかな。美味しいよ。おうくん、チョコレートもらったよ。スプーンについた方ね。ひめちゃんは混ぜながら飲むそうです。チョコレートが下に溜まっちゃってるもんね、きっと。うん、じゃあ飲もう。うん、おいしい。お気に入りになっちゃったかな。うん、よかったね、素敵なスイーツ買えて。うん、今日はとっても楽しいプリンセスな一日だったわ。それではごきげんよう、おやすみなさい。プリンセスドールと一緒に寝るわね。今日は姫ちゃんのプリンセスな一日をしました。はい、最後の方しゃっくり出てたよ。うん、スーピー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 。とっても素敵な一日でしたね。よかったね、姫ちゃん。姫ちゃんじゃんけん、いくよー。